はい、皆さんこんにちは、MC 岐阜応援隊隊長の北野るかです。はい、MC 岐阜副隊長の太田彩香です。よろしくお願いします。お願いします。はい、SKE48 チーム E の相川ほのかです。よろしくお願いします。お願いします。はい、SKE48 チーム E の池田彩香です。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。ありがとうございます。そしてですね、今日はもう一人、もう一方、はい、ゲストの方がいらっしゃいますので、プリにステージの上においでー。大丈夫かな。はい、今日はもう一人ゲストの方がいらっしゃってます。ちょっとプリにはステージの上に上がれないので、はい、下の方にいようかな。かわいい。はい、かわいいキャラクターが来てくれました。はい、来る。あ、くてってんの？が SK48 の皆さんにお願いしたいことがあるみたいなんですけど、なんかちょっと事前に聞いておきました。はい、はい、SK48 のみんなに僕の似顔絵を描いてほしいっすって。おー、似顔絵そう、すごいプリミン可愛いキャラクターなんだけど、皆さん絵の自信はございますか？絵です、得意です。得意なの？はい、絵得意です。私SK48のプロフィールに似顔絵得意って書いてました。楽しみですね。でも一人でやっていただきたい。もしくは、結局皆さんに似顔絵を描いていただくので、今日会場の皆さんにどの似顔絵が一番素敵だったかっていうのを想像してもらおうかなと思っております。はい、皆さんの似顔絵を描いたら、皆さん拍手で投票をしてください。で、一番拍手が大きかった方が優勝となります。はい、そして優勝した方にはですね、なんと、はい、こちらのお兄さんが持っているプリニングッズを、かわいい、こちらプリニングぬいぐるみですね。めっちゃかわいい。ぜひ頑張ってください。はい、それでは準備の方はよろしいでしょうか？はい、はい、プリニーをしっかり観察しながら似顔絵を描いてください。はい、プリニー、じゃあそうだね、みんなの方向こうか。はい、それでは行きます。似顔絵対決、用意スタート。はい、ぜひ皆さんじっくり見ながら描いてくださいね。皆さんが似顔絵を描いてる間にプリニーの紹介をさせていただきます。プリニーは日本一ソフトウェアのマスコットで、魔界戦記、ディスガイアなどのゲームキャラクターです。なんとイワシ1本で毎日働いているそうですね。お疲れ様です。今日は FC 岐阜を応援するためにホーム戦に遊びに来てくれました。今日はハーフタイムでですね、スタジアムのパレードに参加してくれるみたいなので、ぜひ楽しみにしていてください。皆さんすごい真剣に描いてますね。すごい。プリニーはペンギンのキャラクターなんですかね。羽もすごい生えてて可愛いですね。はい、ちょっと後ろの方から見てたんですけど、皆さんすごい絵心がすごいですね。ですか、うまいこと書き、どうですか？ちょっと難しいです。結構出来上がってきそうですか？相川さん、いかがですか？結構いい感じに、いい感じ、すごいいい感じです。皆さん楽しみにしていてください。池田さんはすごい可愛く描いてらっしゃいますね。はい、もう色塗りまでさすがです。お、太田さんすごい笑ってますけど大丈夫ですか？はい、
それではですね、できた人から発表していこうかなと思いますので、できた方手を挙げて教えてください。お、では池田さんからいきましょうか。それでは披露してください。お願いします。おお、どうですか。すごい、上手、うん、上手、うん、一番近くにいたので確かによく観察してかけたかなって思います。上手、上手、上手、すごい可愛いですね。可愛らしいプリニができました。はい、それでは次どなたが行きましょう。はい、私行きます。似顔絵得意の、はい、結構リアルにかけたと思います。はい、じゃん。こだわりのポイントがあって、このバッグのとこに、え、いや、ほら、いるんですよ。ついてるんですよ、顔のとこに。それをちょっと細かく描いたのと、待って、この距離でよく見えたの、ね、はい、歯が生えてるなと思って。すごい。あと、ちょっとまつげを、ちょっとまつげ、お前もやりたいと思って、ちょっと、やりました、やりました。ちょっと、相手のキュートにしたいから、キュートな、はい、仕上がりに、はい、細かいとこまでこだわった作品でした。はい、ありがとうございます。続いては、はい、私、はい、では太田さんお願いします。じゃーん、私これうまいと思うんですよね。横顔にしたんですけど、本当上手、結構上手に下げたと思います。なんかすごい鳥っぽい、ね、ペンギンの顔になって、そう、すごい、はい、仕上げます。ありがとうございます。では続いて北野さん、お願いします。私の仕上げはこちらです。ちょっとなんか、なんかちょっと違う、鳥に見えないもん。え、鳥に見えないです。なんかソーセージの違う。じゃあでも私意外と真心はあるんですよ。え、本当に。でもあの言い訳していいですか、はい、あのデッサンとか得意なんですよ。では皆さんが一番上手だったかっていうのを決められましたかね。大丈夫そうですか。 OK です。ありがとうございます。それでは一人ずつ名前を呼んでいきますので、拍手で皆さんの投票いただきたいと思います。では北野さんからいきましょうか。では北野さんのこちらの作品が良かったよっていう方、拍手をお願いします。そうでしょ。本当に多い、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 ね、いや、びっくりなんだけど、ちょっと1位候補ですね、これは。じゃあ、え、本当？ありがとうございます。では続いて太田さんの、はい、こちらの作品が良かった。あー、大きい、嬉しい、ありがとう、ありがとうね、メガホン使ってくれて。1人が頑張りすぎないの。頑張りすぎ、ありがとうございます。1人が頑張ってる、はい、そう、何人分かのパワーを出してくれました。おー、いい。では続いて相川さんの、はい、こちらの作品が良かったよっていう方、拍手をお願いします。おお、結構怖いね。結構多い気がする。やった。はい、ありがとうございます。続いては池田さんのこちらの作品が良かったよっていう方、拍手お願いします。おおおお、おめでとうございます。いい感じ。ありがとうございます。ありがとうございます。全然わかんない、どこの話か。わかんないですね。みんな一緒ぐらい。結構相川さんと太田さんがちょっと大きかったかなっていう感じだったので、ちょっと頂上決戦いきましょうか。はい、ではまずは、では相川さんのこちらの作品が良かったよっていう方、うん、多いね。多いですね。では続いて太田さんのこちらの作品が良かったよっていう方、メガホン効果が結構大きく感じるんですけど、ちょっとメガホン効果で太田さんの方が良かったなって思うんですけど、本当にどうかな、太田さんの作品どう？どっち？どっちがいいかな？じゃあプリニーに決めてもらおうかな。確かに、確かね。どっちがいいかな？
右手か左手。そう、右手だが太田で、左手は相川でお願いします。1列目2列目の席のお譲りをお願いいたします。